にちは、矢田部です。今日はですね、ロングキックやろうと思います。はい、久々に来ましたね。久々ですね、ロングキック。これもやっぱ聞かれること多いんだよ。うん、まあしょうがないかなと思ってまたやっていくよね。ロングキックまたはゴールキックになってくるのかな。でここの蹴り方解説いきますよ。まずはこれ何度も言ってるけど45度ですね。でここで45度の角度でまっすぐ向くと、はい、この状態から一歩行くんだけど、すごく大事なのが一歩って言ってるじゃん、はい、ここなんだよ、ここ。うんうん、見てほしいんだけど、かかとのあたり、まずここで前のめりで一歩ね、大きく。でこれ何なのかっていうと、はい、人間の体指でやってもドーンってデコピン痛いよねって話しました。デコピンは痛いんですよ、はい、だからこれと同じで足をこうやってひねった状態を元に戻す、この足の動き、はい、これだけでも結構威力あるはず。そうですね、ってかあるんだよね、はい、でそこをね、まずはね、急発進から急ブレーキで足が戻っていくの早くする、うん、いいですか、はい、でさらにブランコだ、ちょっとだけ引くよりも大きく引いた方が痛いですよね、はい、だから大股一歩なんですよ、うん、大股一歩に加速するために膝とここちょっとっていうここ、はい、でさらにいいですか、リズムも大事ね、このイメージかな。なるほど、うーったんたんっていうかね、うーったんたんえそんなリズム感なんですか。うーたんたんたん、あれ違うな、ちょっと違ったぞ今。うーたんたんたん、あれトンが多くない。違う、ここで蹴るときにトンって言うからだ、これトンって言ってるな、トン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 、あー合ってる、これでいいんだ、はい、こっちだ、うーんってこうね、下る音ですよ、うーんトントントン、あー、はいはい、 OK ですか、こんな感じですね。でもう一個いきますよ、大事なのは伸脚してね、伸脚するじゃん、はい、ひょいってここ、この動き、膝を前に向ける、この形で、これ後ろから取ってあげたらここですね、斜めに入る、はい、ね、ここをボールの下を通過していく形ですね、うん、これがすごい大事で、これができると後ろから45度の形で、でここで一歩でうーんトントントン、イメージでいきますよ、これでこんな感じかな。ほうほうほう、ね、前向いた状態って大事ですね。でここでちゃんとこうだね、でここでちゃんとこうだね、ちょっとスライスしちゃってるね、まっすぐ行きたいね、まっすぐ、まっすぐこうだ、おまあいいんじゃない、まあ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 ね、あのお手本のイメージで言ったらまあいい、はい、もう一回ぐらい行く取っていきますか、ちょっともう一回どっちみち取っていきますか、あねね、倒れてって、ああちょっとボール緩いのかな、なんかちょっと今日腰やっぱダメだな、もう一回回転だけでいくわ、はい、あー待って、やっぱおかしいね、なんかあっちらしくないね、こういうちゃんとした回転かかってないです、いつもこんなじゃないよね、はい、あんまりないやつだから最近入んねんだ、この感じかな、ああこういう感じですね、この感じだ、ちょっとこのキックにしよう、ラスト、今のイメージだな、まっすぐ行くね、この感じね、終わろうか、はい終わろう、ごめんちょっとね、またやっとく、ただ蹴り方としてはこういう蹴り方なんだよっていうのをぜひね、やってみてほしいと思います、はい、はい、ということでチャンネル登録お願いします。